パワフルプロ野球パワプロ2024-2025発売から1ヶ月。夏季休養期間も明けて8月下旬にはアップデが来る予定だぜ。現在告知されている内容がこんな感じ。前作のサイクルを踏襲するなら、アップデは8月29日の木曜日と予想。8月22日の可能性もあるかな？調整内容を見るに、調整不足、テスト不足を認めるという方向ね。お詫びも出されてるぐらいだしな。調整後のパワプロに期待。こういう試合ならまだ許せるんだけど、こういう試合が多いのはちょっとな。調整後に期待して、今日の本題に入りましょう。今日の本題は新入生スカウト時点での新入生の能力予測だぜ。それはつまりこのスカウト画面から、この画面の能力が予測できるということ？正確には、この部分の予測になるぜ。青得なんかは寸評で判断できるぜ。もうちょっと詳しく教えてちょうだい。まずゲージの色に応じてポイントをつけるぜ。この大堀くんなら高打は1、長打は2、走塁は5、守備は4だな。ふむふむ。そしてこのポイントを全部足すんだが守備だけ 3.5 倍にしておくぜ。守備イコール肩守備補給の合計だからかしら？1倍から 4.5 倍までで調べたが、一番収まりが良かったのが 3.5 倍だったぜ。そうするとこの大堀くんは1たす2たす5たす4かける 3.5 だから22ポイントね。得られた数値をこの数式の X に代入するぜ。計算すると、9.15 かける22たす 68.25 は 269.33。入学式での大堀くんの能力値は、1たす20たす33たす57たす60たす44たす52。合計で267。誤差 2.33 ね。大堀くんは実に収まりが良い。誤差 2.3 なんてほぼ的中だものね。動画用に厳選してきたんだぜ。何か言ったかしら？何にも言ってないぜ。誤解を避けるために言っておくと、まだまだサンプルが少なくて研究途中なんだぜ。計算式と全然違う能力で入学する可能性があるのね。同じ黄色でも緑に近い黄色とオレンジに近い黄色があるんだぜ。しかしこの方法ではどちらも黄色の3点になる。もしも、3.5 倍される守備が緑に近い黄色とオレンジに近い黄色だった場合、入学時の能力には大きく差がつく可能性があるな。今回調査中のデータで最も外れたのがこの藤井くん。1、1、3、3で 15.5 ポイントの選手ね。この数式に当てはめると合計210ぐらいになるはずなのに、入学式での能力がこれ、169しかないわよ。寸評通りに威圧感はあるけど能力が非常に低い。だいたい誤差は10以内だったのに藤井くんだけ予想値マイナス41という驚異の数値。逆に予想より上回ったケースはないのかしら？それがこちらの磯貝くん。19.5 ポイントなので予想は246。実際は予想値プラス25の271。現在研究中のデータによると予測値プラスマイナス20で信頼度 76%。プラス20からマイナス20までの間に、4分の3ぐらいは収まりますって意味？そうなる。いまいち信頼できないわね。誤差20っていうのはミートから補給までの合計だから1つあたりは 3.3。これを大きいと見るか小さいと見るか。上振れ下振れともにほぼ同数で上振れやすいことも下振れやすいこともなかった。でも結局はゲージが長いやつが強いのよね。究極の結論はそうなるな。一応今回の研究から得られた成果としては、思った以上に守備ゲージが強い。守備が長いやつは強い。守備がオレンジ以上あるなら他が低くてもスカウトして損はなさそう。何度も言っているけどあくまでも研究中のデータなので、今後の研究次第で今回の動画が否定される可能性があります。今後もデータの収集と研究は続けていきますので、楽しみにしてくれると嬉しいんだぜ。それでは今回はこの辺で。最後の締めは監督がやります。監督召喚。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければ、お願いします。またねー。